ブヨンブヨンしててめっちゃいい。ブヨンブヨンしててめっちゃいい。どうも、プガマリです。今回紹介するスニーカーはこちらです。ダンク SB のハイオレンジです。サイズが29センチです。カラーが白オレンジです。こちらは当時微中古で多分1万5000円とか1万4000円ぐらいで買ったと思うんすけど、これ超ドープじゃないですか。いやマジドープ。この白オレンジってカラーをダンクの流れ、まあ、3番目ぐらいに好きな色になるんですけど、でこちらは SB なんでだいぶフィット感があって、でズームエアが搭載されてるんで履き心地はだいぶいい感じです。つま先部分がスエードになってまして、紐がこう SB の紐なんで若干丸っぽい紐になってます。丸胴で、終端がメッシュっすね。初期のダンクとかだとナイロンなんですけど、まあメッシュになってまして、でこの終端にタグついてまして、でインソールにエアーズームって入ってまして、アウトソールがこんな感じでして、でもこれ SB のシリーズだとここの通常だとこうレザーなんですけど、ここがスエード素材になってまして、 SB でしかこのスエード素材が出てないのでマジ鬼だ。ヒール部分なんですけど、ここはステッチ入ってて、このストラップが僕はダンクらしくて可愛いと思います。で内側のこの履き口の素材がだいぶオリジナル感があって僕は好きです。 SB なんでやっぱこうふかふかしてめっちゃいい感じなんですよ。負荷度で、なんといってもこのインソールが SB の場合はかかと部分にズームエアが搭載されてまして、めっちゃブヨンブヨンしててめっちゃいいです。この低反発感、発動で、つま先にもが柔らかい素材になってまして、履き心地は素晴らしくいいです。でだからまあ SB を一足購入して、でその SB のインソールを他のスニーカーに入れたりしてもうこう併用してもいいと思うんで、いやマジこの SB のインソールマジ鬼ドープで、だいぶ履き心地がいい感じに思うんで、もしよかったら、ダンク SB 一足あってもいいのかと思います。以上です。どうー